福島ー r 2歳未勝利戦を制したコスモキャバリエと菅原明騎手手前撮影み道より小さい福島にあるより大きい14日2歳未勝利芝戦8 0 0 m 出走8頭ダノンバラード3区のコスモキャバリエオス高木が好位から抜け出し初勝利を決めた勝ちタイムは1分50秒7 安城の菅原明騎手はこの勝利で戸崎騎手に並び、2回福島開催トップタイとなる9勝目を挙げた。スローペースの中道中は折り合ってリズムよく運び、直線は馬群の間をあって力強く抜け出した。デビュー戦に続いてコンビを組んだ菅原明騎手は、初戦と違ってはみを取り、しっかり位置が取れましたし道中も余裕がありました。追ってからもしっかり反応してくれました。 もっと体を使えてほしいのでそのあたりが成長してくれたらと思います、と評価した。高岸は、一度競馬を使ってはみを取ってやる気が出ていました。まだこれからの馬、この状態で勝てたのは大きいし、先々楽しみです、と今後を見据えた。